人それぞれ理論もあるし、その時の監督であったり、チームの状況でセオリーも変わるし。でも、竹谷さんから見る西谷監督ってどうでした？どうかな。僕は1学年下にいてて、竹谷さんが一番上になった時って、誰よりも竹谷さんのことを真剣に考えてた人だなと思うんですよ。そうなん？うん。それをあんまり感じ取ってないから多分イライラされてたと思うんですよ、監督は。俺一回さ、知ってる？なんかノックでさ、俺ファーストやったよ。はい。西谷先生がさ、ノックでさ、もう全然取られへんとこ、打ってきて、はい、知ってます。あ、覚えてます。知ってる？はい。で、俺、一個も、で、全然飛び込まんかって。飛び込まずに、打ってんのに、もう、ボーアウトみたいな、もうなんか、ふてくされて。で、もう、いい加減腹だったから、はい、飛び込んだよ。はい。で、そのままここ土持って、そのまま先生に投げたの知ってる？あ、それ知らない。覚えてる？そのまま俺出ていけって言われて。でも、そういうシーンなんか覚えてるんです。何回もなんかそういうシーンあるんですよ、僕、竹谷さんに対しては。西谷先生って情熱的で、その情熱に響かない人。僕とかは、響かない、なんか、おい、なんか俺。いやいや、あるんすよ、あるんすよ。すごいなんか。だから、僕も、竹谷さんに対して、ライバル心持ってんのに、ライバル視されてないなっていう感情が僕にもあった。だから竹谷さんって人にあんまり対峙しない。もう自分のマイペースで自分のことだけでやっていく人。まあ、人にしてやな。人見知りですかね。うん。人見知りか。人見知り。なんか今日こうやって喋るのなんか変な感じですもんね。そう、でも西谷先生はすごいこう竹谷さんに対して情熱が感じてたんですよ、ね。でもあったかな。俺めっちゃ名前呼ばれてたもん。うん。無視したけど。うん。竹谷さんは、これ見ててこっちがもう逆に。ヒヤヒヤしてた。いや、もう西谷先生の機嫌が悪くなるから、もうって竹谷さん。じゃ あ、機嫌悪かった時ってさ、俺のせい。そうよ。え？全部竹谷さんがもう相手してなかったから、もうなんかもうはい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 。もうノックはバン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 西谷先生打つのに、もう最終的に、僕とかはもう全球と、この取りに行こうっていう、こう戦ってきたらその戦いに負けないっていう気持ち持ってるのに、竹谷さんも戦ってない。なんで？なんでこんな取られへん球打ってきて、何の練習なんぐらいのなんか感じあったでしょ。そうそう。あと、思ってたのが、なんか飛び込んで、ドロドロなるやん。はい。じゃあ俺通いやん。通い。おかんがさ、洗濯するの大変やん。大変。それ思ったし。優しい。それ思ってたから、なんでこんな無駄なのと思ってた。らしい。竹谷さんらしいわ、なんか。ずっと汚れたまま、そのままバス乗ってさ、はい、学校帰って、はい、やらなかんねんで。そうやね。で、まだ制服着て帰らなかんねんで。あ、そうなんすか？そうやね。通いの人は。うん。もうあんだけ近くても。うん。だからそんな汚れたくないやん。制服もう一回着んのに。野球って、セオリーだったりとか、理屈っていうのを結構強く言われるスポーツだなっていうふうに感じてて、中村選手は、自分自身のプレイスタイルがあるっていうようなイメージがやっぱりどうしてもあるんですね。うん、一ファンとして見ても。なので、そこら辺をどのように考えられて、これまで現役でプレイされてきたのかをちょっと教えていただきたくてですね。セオリー通りにやって、なんか理論とかに沿ってやって、打てるんやったらやりますよ。試合に勝てるんやったらやりますけど、勝てないじゃん。答えないっすもんね。答えがなくて、人それぞれに理論もあるし、野球、その時の監督であったり、チームの状況でセオリーも変わるし、って考えた時に、自分の中でも理論っていうか、なくてもいいかなと思って、その時々でいいかなと思ってて、自分が思った時に、あ、これバッティングでこうやって打ってみたらよかったな。やっぱり毎日体調違って、毎年体も変わってくるから、それが合わなくなってくる時あるんで、適当な感じでやってるし、だから本当に。適当っていうか臨機応変ですね。適当。適当。適当っていう言葉がめっちゃ好きで。ああ、でも適当はいいことですよ。うん。
うん、適当、うん。僕にもよく言ってました、お前適当やな、つって、ね。まあ僕もだからそういう部分はなんか似てて、ただ、やっぱりその、指導者の方々っていうのは、やっぱり少しでもこの人間を良くしようと思って、アドバイスくれるから、でも僕らは現場で、その場でプレイしないといけないっていう戦いがあるから、人の意見よりも自分を信じるしかなくて、その自分を信じたことによって結果が出れば、それが自信につながってくるし、この誰かに教えてもらったことをやって、ヒントになることもあるんですけど、それで結果に結びつくかっていうのは、それはもう全然違うくて、まあ勉強なら教科書見て暗記して答えてテストで点を取ることっていうのは可能かもわからないんですけど、野球っていうのは人とこう対戦してる中で、すでにこのボールも動いてて、もちろん自分の体調も違うし、感覚も変わってくるから、答えがないものだから戦うっていうのはすごく難しい部分があるから、そこにこの視野を狭めて集中するっていうのが適当っていうことはすごく理にかなってるのかなと思うんですけどね。僕らが育ってきたこの教育の仕方と今ってやっぱ変わってきてるじゃないですか。その子たちがまあプロに入ってきてるわけじゃないですか。もう現状今の高校卒、大卒っていうのは。そこのギャップって感じる部分あります？ああ、感じるかな。そこにイラッてすることってあります？イラッとすることはそんなない。うん、イラッとはせんけど、ちょっと違うなと思った時に、もうちょっとこうした方がいいのになとか思う時はある。うん、ベテランになっていって、僕らもやっぱ、今の高校卒、大卒よりかは経験値も上がってて、うん、あ、この子こういうミスするだろうなと思ったら、そういうミスしないですか？するする。しますよね。する。だから僕らが若い時にコーチ陣指導者の方がアドバイスくれたっていうのはなんかそういうことかなと思ってたりもして。そうだね。でもどっちかっていうと自分で僕は失敗していった方が、自分で失敗して気づいていった方がレベルアップにつながると思うんですよね。そうだね。監督コーチとかにさ、なんで行かなかったんだよって言ったら、うんうん、いやあの時あーでこうで、うん、あなたも待ってました。いや、やかましいわ、フランカイと思うんだけどいやいや、わかります。まあそれってなんか今 YouTube とかでも情報量が多くて、そうやな、このコーチ陣の言葉よりかはそっちの情報で、やっぱりそこでスーパースターがね、自分が目標に描いたスーパースターが発してた言葉とかを切り取って、有名なメジャーリーガーたちが言ったことが切り取って、それを思い込んでプレイしてる子たちも多いから。ああ、メジャーリーガーはな、当てにしたらあかんよな。当てにしたらあかん。この打ち方今、これどうですか？このあの、何打ちって言うんですか？まあみんなやってるでしょ、なんか、YouTube 見て。あの打ち方してます。あんな意識してます。あれでもね、やってみると、面白い。いろいろ発見ある。うん、もちろん。まあ違うことやるっていうのは発見があるから面白いんですけど。面白い。いざ試合ってなった時って。無理よ。うん。僕は、まあ独立リーグの選手であっても、打ち方っていうのは、もう何万球何十万球って小さい時から打ち続けてるから、癖ってあるじゃないですか。癖あるね。だから僕はバッティングスタイル変えるっていうよりかは、もうタイミングさえ合えば、そこにバット持ってくるだけなんで。いや、それはその通りやと思うわ。ね。ああ。僕はもうタイミングだと思ってるんですよね。打ち方が肘がこうだとか、高さがどうだっていう、まずタイミングをしっかり早めにとって、待っとける状態にしとけば。タイミング合ってからやもんな、そうなんですよ。タイミングが合うからバランスが整ってパワーが生まれる。うん、でもみんな最初から飛ばしたい。な、うん。片足から入って飛ばしたいってなるから。そうだね。タイミングが、パワーの方が先に前に来てしまってるから、だからタイミング合わないからパワーも何も生まれない。打ちそうな、飛びそうな構えしてる練習だったらタイミング合わせれるから、来るもん、待ってるもん来るから、飛ばせれるけど、試合って、そうね。抑えに来てるから、ピッチャーは。それなのに、パワーが先来ると、みんなもタイミングずれて、当てて、もうバット当たらないとか。指導がなんかみんな遅く感じるんですよね。竹谷さんはもうなんか指導が常にこう早い。この指導がこっちへ待ってる指導が早く感じるんですけど、指導を早めに取るっていうのは心がけてますか？心がけてるっていうより、うん、常に一定のところで取ると思ってる。取るというのはタイミングを。あ、ピッチャーの？ピッチャーの。足上げるどっかのタイミングも決まってる、うん。決まってる。でも後ろの幅が大きい人、小さい人もいるじゃないですか。そんなに変わらん。結局。竹谷さんどこで待ってますか？俺は、ピッチャーが、こうして、やって、こう、ここ下ろすとき。わ、早っ。こう下ろすときに動き出す。
自分の中ではね。うん、ああ、それって結構早いですね。もう早め早めですね。うん、タイミングって遅れたら何もできないですもんね。それをできてると、クイックでも、ここにパンって、来るときに合わせてたら、うん、まあ、それ足の上げ幅とかをちょっとちっちゃくするだけでいい。楽やね。僕ね、セットの時苦手だったんですよね。セットがあんま好きじゃない。俺も嫌いやね。もう今、ほんで早いじゃないですか。めっちゃ早い。今。もう 1.1 秒とか 1.2 秒ぐらいでホールピッチャー出てきてるから、でもランナーいる時の場面でよく打ったり、クイックの時はもう早め早め早めで、待たれたりしたらちょっとなんか先に動いてしまう時とかあります？それはないかな。先に動くことは俺はない。どっちかっつったら、差し込まれる時の方が早い、ね。多いね。うん。もうタイミング取れずに、もう見逃す。顔もっきり振るか。そう。遅れた分。いや別に空振りでもファールでもいいから、とりあえず振る。じゃあちょっと、向こうタイミング合ってないと思わへん。うんうんうん。シャミで空振りするときあります？あるよ。ありますね。シャミっていうより、うん、結果シャミになってるだけだって、うん、俺はだから空振りしてもいいと思ってるから。もう全然合ってないのになんかもうわざとなんかこうバーンって振ってるときあるじゃないですか。あるよ。それはもうバッテリーが迷うことまで考えてるんですか？あ、これ合ってないからもう一球この球。あ、それ思うときあるよ。もう一球この球投げてこいっていう。うん、その逆のときもあるしね。それで、うん、その球にタイミング合わせて来ようと思ったら違う球が来るんじゃないかと思って、うん、そこを待ってバーンと次ある。空振りのちょっとボール球空振りして、うん、あ、こいつカーブ狙ってるわ、まっすぐ来い、まっすぐ来い、まっすぐ捉えるとか。ちなみに大谷選手、あれは狙ってます、絞ってるんですか、球種。球種絞って打ててるんですか。何歳までやるんですか、現役は。今、通算ホームランも454、500本とかいう数字も目指してないですか。